皆様こんにちは、えー、木村よし子です、えー、今日は2021年8月号の月刊木村よし子をお届けいたします、えー、さてですね画面にはバレリーナが何事もないように難しい足さばきをスムースに進めておりますけれども、まあ、私たちもですね日頃から練習をしていろんな考えをまとめておけばこのように転ば,な転ばないで難しいところを 通過できるのではないかなというふうに思いますね。さて、冒頭では為替を見ていきましょう。ドル円、冷やしですね。7月31日の引け値は109円67から68でした。まあ、若干ですね、今まで続いてきた円安がですね、109円方向に入ってきて、もう少し円高、ドル安が進む可能性を考えておく必要があるんじゃないかなと思いますね。 えー、ドル円周足を見てみますと、まあ、日柄はいつかはわかりませんけれども、どうもこっち方向、105円方向に引っ張られていくようなあ足取りに見えます。なので、円高となりますと、また活躍する銘柄も違ってきますしね、えー、ぜひ、えー、円高があったらどうするかというね、作戦を考えておきたいなというふうに思います。さて、えー、円高が進みますとですね、 まあ当然、日経平均株価は影響を受けますね。まあ、円安が嬉しい指標。どちらかというと円安が嬉しい指標ですので、日経平均株価は円高が進めば、えもう少し調整色が強まってくると思います。えこちら、画面に見ていただいておりますのは、こちら、3月の19日ですね。2020年3月19日、まさかの16,358円、 19銭がありました。えー、あのね、えー、プリンセスダイヤモンド号、横浜に、えー、停泊したプリンセスダイヤモンド号から、まさかというね、えー、ことが始まったわけですよね。まあ、それから行く清掃をここまで戻してきました。今年ですね、2月16日、えー、3714円52銭をつけました。しかし、ドーム天井を形成し、もう少し調整する可能性。 為替が円高に触れてくれば来るほど意識したいですね。日柄はいつかはわかりませんけども、この2020年の3月19日の2万底を模索する、そんな局面が秋から来年の冒頭にあるのかもしれないなというふうにもうあの思っております。え、7月は最終27,283円59銭でした。え、トレンド線を引きますとですね、 ま、この、下値支持線を割ってくれば、ちょっとね、え、もう少し、この27,283円59銭を、下抜ける可能性がありますね。で、え、月末最終から月替わりとなりますと、また新たな資金が市場に入ってくると思いますので、ま、月始めはね、それなりにしっかりする可能性はありますけれども、ま、だんだん秋に近づくにつれて、 株式市場の様相も変わってくることを考えておきたいですね。日経平均株価の冷やしで、これから先の展開を予測してみたいと思いますえ。まずトレンド線を引いてみたいと思います。まあこれはざっくりでいいんですよね。えどちら向きの線なのかなっていうことが分かればいいです。えこちらの安値と、まあ大体このあたりの、まあ居所のいいところと結んでいきますと、こちらが えー、かつての下値支持線が上値抵抗線になってたわけですね。それをブレイクして抜けて、いい調子で上がってきたんですけども、ドーム天井をつけつつあると。もう、まあ、ドーム天井をつけて、えー、調整足ですよね。そこで、まあ、どんな日柄でどうなるかな、ということを手がかりを求める意味で、えー、ちょっとね、見てみたいと思います。 まず、これと同じように平行線を引きますと、だいたい株価はこのあたりに収束してきておりますよね。で今、この状態が過去の足取りの中でどこと似てるかなということですね。だいたいこちらのこんな足取りに似てるのではないでしょうか。ここがですね。そこで、そこをマークしてみますな。なんとなく似てるような感じですよね。でそこで、えーまあ、手がかりとしまして、日柄を探す意味で、 三角形を作ってですね、これを当てはめてみますとですね、まあ、もうちょっとかかるのかなとは思いますけどね、ここが調整点となるとですね、まあ、もう少し先、かなり先、まあ、今年の後半と来年の冒頭あたりには、ちょっとこういうね、状況になって、そして盛り返してこういうのがあったら嫌だなと思いますよね。で、この、あの、一番底から、 二番底、もこれが、これ以下には下がらないよというところを見つけたいわけですよね。それがあったら、また、あ、えー、買っていけるということなので、もうちょっと日柄をこうもみもみしてですね、まあ、上がったり下がったりもみもみして、そして、えー、どこかで、ここを忍ばせるような、まあ、こんな深掘りはしないと思いますけどね。えー、こんな深掘りは、ま、考えにくいですけども、 ここが一番底だったんだ、近年の一番底だったんだという確認する下げがどっかであるんじゃなかろうかなというふうに思っています。でですね、また、こう、日柄をつかむために、いろいろなこうね、過去の日柄に相当するところと、こう、当てはめていきますと、まあ、たい来年、今年の後半、来年にかけては、えー、どこかでね、この下げよりは上だと思いますが、 どこかでね、あの2番足を探りに行く展開があるんだろうなというふうに思います。で、値段の目処なんですけども、まあ、この8月号では、まあ、こんなところがね、あったら買えばいいじゃないかと思うんですよね。まず、ここから反発してますからね。なのでえ、下がったら買って、また利益確定して売って、また上がって、上がって、 上がって、下がって、上がって、上がって、また下がってるっていう波に乗っていくためには、まあ、ズドンと下がったら買えばいいなというふうに思いますね。で、えー、この買い値のめどを探っていくために、いろいろ探っていきますと、まあ、こんな下げはまあないと思いますけどね、こちらが2万円ですよね。そして、こちらがあ2万4000円。まあ、これもま考えにくいけど、あったらチャンスですよね。 そして、まあ、あの、日韓木村よし子の方でも、時々いろいろな日経平均株価の見通し申し上げてますけども、まあ、26,400円ぐらいはあっても不思議ではないと思いますね。この26,400円っていうのは、ここの方なんですよね。なので、これよりも上になれば、あの、ちょっとこちら盛り返して、こういうふうなところで止まると思うんですけど、まあ、2 6 0 0 0円台っていうのは、まあ、あるだろうなというふうに思って、 て置けばいいんじゃないかなと思いますね。27,200円というのが、ここですよね。なので、まああ、7月2日金曜日、高値28,849円32銭。7月の20日火曜日、安値が27,330 27, 円15銭。7月の中心価格が28,089円735ですね。 なので、まあ、もうちょっと押すんじゃなかろうかというふうに思いますね。まあ、8月もっても9月、どっかでえ2万0千円を割るような状況があるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、2万6千0百円前後で一回買って、そして反発で売って、そしてもう少し下がるのを待ってみるっていう手がいいんじゃないかなというふうに思いますね。 まあ、あの、経済の指標につきましては、日韓木村康子の方で、日々日々ご案内していきたいと思いますけれども、ざっくりですね、日本、アメリカ、ユーロ圏の状況を押さえておきたいと思います。まあ、日本ではですね、オリンピック7月23日から始まりまして、8月の8日まで、そしてパラリンピックが8月24日から、2021年9月の5日まで、 まあ、ど、どちらにしましても、まあ、この状況から人流ですね。人流が増えていき、夏休み、折からの夏休みということがあって、まあ、感染者数がそれなりに増えて、まあ、政府は何をしているんだということがある中で、衆議院の解散選挙という流れになっていきますね。なので、やはり菅さんがですね、首がつながるかどうか、 ま、自民党、嫌な風を感じていると思うんですよね。えー、そんなところに、アメリカですとか、ユーロ圏は、どのような状況だろうかということですね。まあ、経済が活況化すれば、まあ、ワクチンの接種率が高いですからね。景気が良すぎる指標が出てきますと、もう FOMC の高波発言では、あもうね、食小気味ですので、今度は、インフレ指標が上昇すると、 まあ、インフレが進んでる国の通貨は安くなるという理屈でですね、えー、ドル安、円高が進むわけですね。インフレの強さイコール通貨安。そんなところで今、昨今の円高傾向が出てきてると。で、次回の FOMC は9月21日から22日。そして、えー、次回、イギリスの金融決定会合が8月の5日。ECB は9月の9日ですから、 イギリスがどんな政策発表をするかっていうのがまずはマークですね。そして、そんな中8月の3日から6日に日本と ASEAN の外相会議が行われますね。どうも、そのイギリスの思惑がくすぶる中、中国包囲網なんかちょっとね、感じるんですけど、皆様はあいかがですか ?7 月はですね、たくさん IPO 銘柄が 市場に上場されたわけですけれども、8月はこの4社だけですね。まず8月の20日2社市場に上場されます。CNS、フューチャリングネットワークですね。条件がですね、フューチャリングネットワークが10日、そして CNS が8月12日決定ですね。そして24日単語や13日の決定となります。J-Frontier は19日決定で27日上場となります。 どんな会社か、ちょっとざっくり押さえておきたいと思います。4070の CNS。こちらですね、情報通信業ですね。まず仮条件が8月の2日。だいたいそのブックビルディング期間が8月の4日から11日。そして公募価格決定が今お話ししましたように12日ですね。ロックアップが180日。大株主の中には あまりその巨額の売りというふうなね、主体がないように思います。そして、フューチャリングネットワークは、今ご案内しましたように、10日の決定ですね、ロックアップが180日。こちらもですね、石井さんというね、石井本店と石井さん、そして個人名が並んでおります。これがだんだんですね、期間投資家に置き換わっていけば、株価もね、また居所が変わってくると思いますね。 地域情報プラットフォーム、マイプレの構築運営、ふるさと納税支援業務、および官民協業ポータル、地域共通ポイント運営等の官民協業事業受託、マーケティング支援業務などが、この会社の主流の仕事ですね。こちら、フューチャリングネットワーク、9241ですね。20日に登場してきます。 そして、タンゴ屋さんは古い会社ですね。メンズ、レディースのオーダースーツ及び、オーダーシャツ等の企画販売。まあね、今の時代厳しいですけども、こだわる人はこだわりますからね。7126ンゴ屋さん。8月の24日上場となります。小売業ですね。こちら8月の3日が仮条件ブックビルディングが8月の5日から8月12日。ロックアップ180日。 個人名が多い中、GS マネジメント24.84%。そして成長支援第2号、投資事業有限責任。こうしたところは、あ,ある程度株価がね、しっかりと展開したら、フェードアウトしていく可能性がありますね。田子屋さんです。そして、J フロンティア。こちらですね、食料品ですね。ヘルスケア関連商品、医薬品の一師販売事業、オンライン診療、オンライン服薬指導、 今風の会社ですよね。こちら、ロックアップ90日ですね。公募価格決定は19日。こちらも個人名が多いですね。というわけで、4社、もしね、当たれば嬉しいんじゃないでしょうか。月刊木村よしこ8月号の注目銘柄は、6758ソニーグループを見ております。今見ていただいておりますのが、週足ですね。ゴールデンチャート週足となっております。こちらですね。 いろいろな展開で、えー、自動運転ですとか、スマートカー、ワイヤレス給電ですとか、3D プリンター、スマートフォン、そして、えー、4K、えー、そして有機 EL、携帯電話、高機能化などにテーマを持っている会社でして、まあ、やっぱり市場が不安定な時はですね、世界的な規模で、えー、有名な、この会社だったら買ってみたいという投資家が 一定量いるというね、会社に注目して、その安値を買っていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。ソニーグループコード番号6758ですね。そして、6645のオムロンもいいと思って見ております。こちら、あ86円の配当予定となってますね。人、まあ、株純利益は増えたり減ったりしてるんですけれども、連結ベースでは安定感あると思いますね。9320円というね、 え、引け値で、えー、7月終えた、そんな、うん、状況ですね。そして、もう少し小さいところとなりますと、えー、4366の大道ケミカルですね。こちら、まあ、チャートはあ、ちょっと反応してですね、まあ、決算の内容を見て評価して、ちょっと反応して上がってしまっておりますが、それとも59円高ですよね。まあ、半導体関連の、えー、仕事の評価で、えー、業績はあよく、 2022年の3月の売り上げは増収予想ということでですね。まあ、計上利益は現役予想ながらですね。まあ、なかなか半導体の隠れ銘柄としての人気はありますよということですね。まあ、1147円100株買っても、お安いですよね。えー、少ない予算で買える半導体関連株として魅力があると思います。PR が、あ結予想ベースで19.8倍。 そして PBR は連結予想ベースで1倍。まあ、こんな値のメ柄ですね。筆頭株主は東京大岡工業となっています。大道ケミカルはですね、えー、月島機械によって小会社化が図られまして、まあ、月島機械と言いますとお、環境に強い会社ですよね。なので、こちらの大道ケミカルと、えー、月,や月島機械、 両方見たいと思います、まあ。月島機械もですね、チャートの格好は悪くないと思うんですよね。揉み合っている、う買いやすい状況となっております。こちら、冷やしを見ていただいておりますね。24円配当。PR はね、非常に低いですよ。連結予想ベースで7.8倍、えー。ちょっと上がっても8倍ですよね。そして PBR が0.8倍。環境関連の仕事が、うん、多いですよね。 なので、大移ケミカル、もしくは、月島機械6 3 3に環境関連株として、投資対象に選びたいと思います。まあ予算が少ないですよという場合はですね、647円引きへの、このニーズウェル、こちらも投資対象として面白いと思います。コード番号3992ですね。業務系のシステム開発をしておりまして、配当が17円予想から、 23円に増額される。これが、味噌ですね。え、こちら、9月に、えー、決算を迎えますので、まあ、23円の配当というのが、評価される。そんなことがあるんじゃないかなというふうに思いますね。さて、えー、日刊木村よし子でも、折々に取り上げております、J タワーですね。1日の値段の振れ幅が大きい点で、まあ、デイトレ向きですよというご案内をした銘柄ですけども、 4485、東証マザーズうー、J タワー。こちらですね、えー、携帯用通信インフラの共用サービスを提供している会社でして、大株主には NTT、JA、三井、ディースなどが名前を連ねております。まあ、あ値段のね、あの、触れ幅を楽しむ銘柄ですね。4485。まだ配当できておりませんので、まあ、割り切りができる方向けの銘柄ではないかなと思いますね。連結ベースで PR は、 なんと、1595倍ですからね。まあちょっと人気先行型の銘柄ですね。まあちょっと保守的な方にとってみると、ここまでの PR は買えないというおっしゃる方もいるかなというふうに思いますね。さて、えー、こちら、参拝の会社ですね。リサイクルの会社です。リバーですね。リバーホールディングス。当初2部ですね。まあチャートの格好は力強いですね。5690、リバーホールディングス。えー、1560円引けですね。 PR 連結予想ベースでは、業績の改善に伴いましてですね、72倍から19倍、そんな値から、今度は10.7倍に割安感出てきましたね。ぜひですね、参拝関連の銘柄、リサイクル関連の銘柄を探している方は、このリバーホールディングス、当初2部、地味ですけどね、5690を検討したらいかがでしょうかね。そして、 えー、月刊木村よしこ注目株のお続き4762の X ネットですね。こちら、ちょっと面白いね、あの動きですよね。急に上がったり、そしてまた落ち着いたり、急に上がったりと、そういう癖の強い銘柄です。えー、コード番号が 4762X ネットですね。ちょっと癖のある動き方をしてますよね。えー、1132円引け、100株で買える銘柄で28円配当予想ですね。こういう銘柄も面白いと思います。 そして JCU ですね。これも手がそうですよね。週足、面白いです。こちらですね。えー、電子部品の関連として、えー、注目されますね。経常利益は増収、増益予想ですね。メッキなどで半導体なん,かなんかの仕事が忙しいという会社ですね。こちら、地味な会社ですけども、4975。チャートは、堅実感あると思います。えー、コード番号7975。えー 4975ですね。4975JCU ですね。そして、こちらもチャート面白い。えーえー、5727東方チタニウムですね。えー、こちらも面白いと思います。えー、さてですね、えー、インフルエンザがですね、毎年毎年冬になると猛威を振るって、学級閉鎖などがあ起こっておりますように、今の感染症もですね、まあ来年も再来年もおいるんだろうと思いますね。 また、流行が続くんじゃないかなと思いますね。そうすると、コード番号7373のアイドマホールディングスのようにですね、法人向けの営業支援プラットフォーム開発事業をやっている会社にとっては、正規拡大チャンスですね。一株純利益が順調に連結ベースで伸びている点が面白いと思います。こちらですね、在宅ワークが定着化しつつある中、 中小企業向けのですね、在宅ワーク向けの集客営業などの提案をしている会社ですね。デジタルトランスフォーメーション関連の若い会社ですね。まあ一日の値動きが大きいですから、まあ研究して、えー、納得いったら買うという姿勢がいいと思います。こちら在宅ワーカーを活用し、 企業の就労人口減少を解決するということでですね、代表取締役の三浦さんの紹介がなされております。広島県生まれ、環境系ベンチャーの企業に入社して、人材系のベンチャーにまた入社し直して、そしてこの会社を作ったよということですね。そしてビジョンは世界の可能性を広げる会社を作るということですね。まあ面白いんじゃないかなと思って注目しております。 そして、まあもうすでに上がっておりますけどね、こちらも木村よしこの日刊の方で何回かご紹介したり、月刊でも取り上げたことがある銘柄ですので、お持ちの方、もうすでに儲かって利益確定した方も多いと思いますが、 デクセリアルス、引き続き注目ですね。工学材料、電子材料、総合材料等のですね、製造販売で、まあ、半導体ですとかリチウムイオン電池向けの仕事が多いですね。ぜひ、デクセリアルスも注目していきたいと思います。4980ですね。また、個別の銘柄の詳しい個々の材料につきましては、日刊木村よし子の方でフォローしていきますので、引き続き、日刊木村よし子の方も、 応援してくださいね。時々思い出してみていただけると嬉しいです。まあ毎日毎日株式市場がパッとしない中でですね、株の話は食小気味という方も多いと思うんですけどね。まあ、ちょっとお時間がある時に初期払いというスタイルでぜひご覧くださいね。それではまた月刊木村よしこ9月号ぜひ引き続きお楽しみにお待ちください。日刊木村よしこの方も月曜日から金曜日 12時公開目標で頑張っております。それではえ、暑さ負けにならないように、適度に水分をお取りになって、えー、涼しくしてお過ごしください。また来月もお目にかかりましょう。良い1ヶ月をお過ごしくださいね。<music>